はじめまして。あ、もしもし。あ、ボクシングと申します。こんにちは、くんです。あ、はじめまして。はじめまして。まあ、前までやってた、その、っていうか、暴言に対して今、リスナーさんに言われてるよ。あー、ちょっと猫かぶってる感じですね、じゃあ。ね。そろそろちょっと暴言キャラだと、そろそろこの辺が限界やろかっていうところですか。そうですね。そうですね、じゃねえよ。ああ、ボドカっていう無名サポ。おい、ボドカって。知らねえよ。知らねえよ、おい。なんすか、これは一体。そうですね、ちょっと、ひどいですよね。暴言内容の精査が、なんか、面白く、暴言って難しいですよね。面白い暴言みたいなのしなきゃいけないんで。そうなんですよ。エンターテイナーの暴言なら面白いんですけど、僕はなんかもう、本当の悪の塊の暴言みたいな、面白くない暴言だったので。謝罪は、ボドカさんとか、まあ、R さんとか、まあ、実際直接的に、言っちゃった人にはまあ謝罪するとして、リスナーさんへのこのみそぎっていうか、なんかみそぎとしては、もうチャーハンを妹さんとお母さんにこう美味しいチャーハンを作って家族を幸せにするみたいな。ああ、そう、稼いだこの YouTube で稼いだお金でお母さんに何か美味しいご飯を作ってあげようっていう風な動画を週1で出しましょう。週1ボクシングクッキー、本当ですよ、これマジ出します、これ。いやもう、はい、ま、本当に、はい、週1ボクシングクッキング、じゃあ出す感じなんですね。週1ボクシングクッキング、チャーハン、じゃあ約束っすよ。はい、妹、今日は妹にチャーハンを作りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いかがでしょう。今ちょっとすごいね、今お米をチンしてるんで具材を切っていきます。これ知ってる？これソーセージ、シャオウエッセン。シャオウエッセン何本？あ、手洗ってね。汚っ。ヒゲどうなってる、これ。ヒゲね、もうそろそろ落ちるんではないかな。これ、こう、こういう感じ。ん、どう、こう、どう。チェン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 。ご飯ができたみたいです。はい。こんなにソーセージいる？いるんじゃないかな。妹は料理作るの？全くやらないです、ね、あまりいじりすぎるとお嫁に行けなくなっちゃうから。はい、かぶらってください。ダメです、やめてください。目玉焼き壊したもんね。やめてください。お皿の上持って帰ってください。目玉焼き壊してたよね、前ね。それいじられてさ、そこから料理しなくなったよね。トラウマです、ね、それでネギ、このやっぱ緑の部分だよね。こう、早いかな。危ない。早いぞ。ほら切れてる？切れてる切れてる。切れてなすぞ。切れてなすんだよ。よくあんなに早く切れるよね。こう引くんだっけ、押すんだっけ。引くの。押すんだよ。何言ってんだよ、本当に。押すんだよ、包丁は。はい、押します。はい、押します。緑を入れときましょう、色的に。綺麗ですね。綺麗ですね。妹は最近何して遊んでるの？最近は夜遊びしてます。はい、やめてください。はい、やります。マミー、卵って言ったっけ、うん、3つ、それ4個出して4個。はい、1個を黄身と白身分けて。え、むずっ。1個だけ。うん、ごめん。
こう重くね重くね重くね何うまいよねうまくねここブルーだほらはいはいプロはいなんか入れます、はい、卵割るのうまくないはいこれ取ったやつはここに入れるのはいでトイレいいんですかはいこんぐらいもっとどうこれ、うまくない塩コショウ入りますはいはいはい、OK これを先に作っとくうおこれ先に作るらしいです。これ何に見えます？何ですか？何だと思うこれ？カニです。はい。はい、正解。全部入れていいんですか？はい。はい、入れました。こんな感じです。火にかけます。ひげ燃えたらやばいこれ。助けてね、ひげ燃えたら。消火します。はい。やっていく。それで、味噌ですね。味噌を入れていきます。味噌じゃないですよ。何ですか？中華スープの素ですね。はい。知ってた？ちょっとわかんないです。もうこれ何かわかんない。ちょっと何言ってるかわかんないです。ちょっと何言ってるかわかんない。これ最後の。あのね、口の中で毛がすっごい入るわ。やばい。やばいですね。ん？これバレてる？これでかき混ぜます。何でかき混ぜます？これで。え、これ味見するんですか？しょっぱさがあんかけにしたらしょっぱい。薄かったらしい。どうしたんですか？何した？何した？つんのって。これひげから舐めます？うん、大丈夫。おいしい、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 おいしい。はい。そしてですね、片栗粉を入れます。まだ入れませんね。沸騰してません。はい。沸騰したら片栗粉を入れます。そして、今、まだしてない。だからもう次、こっちやりたい。もうちょっと細かく。もうちょっと細かく。これ、雑です。NG。NG。NG。本当は違うんだよね。こういう難しい縦に入れてもっといっぱい縦に入れていっぱい縦に入れますよこうですねこれを切っていきます手気をつけてよ丸めとくと切れないから猫の手ね何ですかこれはあ、沸騰した、沸騰した、沸騰してる。沸騰したっていうことは片栗粉入れます。お、すごい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 。とろみが。うおー。一瞬にしてすごいことになりました。白身を入れます。うわー。うおー、すごい。ひとたれ入れます。ごま油をひとたれ入れます。あ、ちょっとやりすぎた。あ、もう一滴入れます。はーい。はい、できた。はい、これもう弱めていいですか？はい、はい、はい、できた。はい、これがあんかけのカニになります。これは最後にぶっかけてるんで、そんな感じで、はい、やっていこう。はい、続きましてですね、チャーハン編ですね。塩コショウをまぶした卵ちゃんをこれ切れてないんですけど大丈夫ですか？これ何があった？これ結構ね難しいんですよ。
これが男飯。男飯。はい。はい、ネギが入りました。はい。ソーセージもこんな感じですね。はい。はい、こんな感じで材料が揃ったんで、卵を先にやるんですかね。はい、卵を油を引きます。一番左のこれですね。これオリーブオイルですか？違います。ブレッドシードです。ブレッドシードオイルです。もこみち。もこみち。あ、換気扇を回さないと家中が臭くなるので気をつけてください。気をつけてください。はい。これ、これ、お米を入れます。混ぜる混ぜる混ぜろ混ぜろ、ここが勝負だ、急げ。これ入れてない。これソーセージ、ソーセージ熱い、入れて投げるな。ねえ、やばい、どうしよう、どうしよう、これ、あ、ソーセージ、やばい、熱い。どうしよう、これ。で、ネギはどのタイミングで入れるんですか？最後です。ネギは、ネギは最後です。はい。コンソメを入れます。大さじ1杯です。ネギ入ります。ネギ入ります。ネギ入りました。あ、美味しそう。見て、どう、これ今から食べるんだよ。レタス入ります。うわ、うまそう。うわー、美味しそうだね。どう？色合いめっちゃいいですね。色合いいいですね。これをチャーハンを今から実食するんですけど、どうですか？美味しそうです。美味しそう、嬉しい。で、これを一タレします。美味しそうですね。はい、醤油入りました。醤油入ります。入りました。お器に移していきます。はい、今ね、注意があって、このままガンってやると壊れるらしいんで、こういう風にゆっくりと慌てずにやるのがポイントで、そしからのあんかけ入ります。おいしく召し上がったあんかけちゃんをかけていきます。で、はい、上からかけては NG です。あら、浮島みたいね。美味しそう。美味しそう。え、本当に？これ初めて作ったんですか？初めて作ったというか、言われて作ったというか。はい、そしたらですね、完成。で、あ、こっち取らなきゃいけないね。そうだね。そしたらですね、完成しました。なんだっけ、あの落ちたやつはちゃんと拭かないと見栄えが悪いんで、もうね、2やりましょう。いや、大丈夫です。今もうだって1時40分ですよ、もう夜のチャーハン作ってるわけじゃないですよ。はい、完成しました。見て、あー、チャーハン作ったよ。お、二度目の出演ですよ。チャーハン作ったんだぞ、わしが。おい、こっち見て、こっち見て、ね、怖いんかい、なんでカメラが回ると
チャーハンに気になっております。ちょっとクンクンさせます。ちょっとクンクンさせます。ネギ入ってるんでちょっとあげないです。オライ大丈夫、美味しかった。オッケー、よし、ということで、早速ね食べてもらいましょう。はい、出来上がったチャーハン。あー美味しそうですね。どうですか見た目。めっちゃ美味しそう。はい、では食べていただきたいと思います。いただきます。はい。これ初めて作ったの。うん、見て、美味しそう。うまっ本当に。え、超うまい。やばい、これやばいよ。え、本当に言ってる。え、これ本当ガチガチ星、え、これもう3つ星3つやばい。うん、これやばい。でも語彙力なくて伝わらない。これが美味しい。ちょっと気になったことあるんだけど、爪どうしたのそれ。爪はちょっと黒くなりそう。それ汚れじゃないよね。汚れじゃない、ちゃんとネイルしてる。ちょっと見して。ちょっと汚いのがバレるよ。すごいね。どうでもいいけど。え？え、美味しい？うん。めっちゃ美味しい。夜ご飯食べたの？食べた。やばすぎー。